はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー1ピクセルリマスター。今回はジョブ別攻略ということで、ルールとしてはですね、職業を全員一緒にして、1個ずつクリアしていくということをやっていきたいと思います。なので、一番最初は戦士でやっていきます。で、物によっては白魔術師4人とかってなんか最悪積む可能性があるんで、そしたらすいません。で、一応順番としては、やりやすい順で多分戦士、文句、シーフ、赤魔術師、黒魔術師、白魔術師の順番でやっていこうかなと思ってます。で、1回クリアしてあるので、要点のところだけパパパパパッと動画にしていきます。じゃあ名前はもうスーパーシンプル、1234、ナンバーすらついてない。じゃあまずは武器から。レイピア4本買いましょう。戦士はだいぶ安定した強さがあるんで大丈夫だとは思うんだよね、装備さえしっかり整えていけば。で、鎖片びら4つ、金がかかるんだよね。その代わりあと回復はもうポーションに頼らざるを得ないんで、ナイトになるまではそこがちょっとしんどいところかな。なるべくダメージを食らわないでいきたい。伝説の光の戦士を探しておいてだ。こんなんなんの、超めんどくせえポーションは40円か。寝袋1個買ってこう。よし、あとレベル上げしてガーランドに飛びましょう。革の帽子は取っておこう。上がり方にやっぱりムラがあるからね。ナンバーワンが不慮の事故で死んでしまった。金かかんのか。初めて使ったガーランド。貴様はなぶり殺す。2ターンかかるか。何、2ターンで倒せるか。倒した。所詮貴様の実力などそんなものだ。金が全然足りねえんだけど、とりあえずないやつだけ買っとこう。よし、海賊9体ゴリ押せるでしょ。一番上のやつだけ鉄の夜を飛びさせたから。鉄の夜がね、高すぎる。火力強い。ブロードソードは金貯めて買ったんだよね、4人分。基本一発だな、問題ない。これで船ゲット。ピースコディーモン戦いけるかな。4体殴るしかないんだけどね。11か、それなりに食らう。下2人がね顔の鎧なんだよね、金がなくて。でも2発で倒せるからサクサクいけんな。やっぱり1番が本当にターゲットされやすい、マジで。クラウンゲット。ダークエルフ戦アストス、基本殴るしかないんだけどね、やることは。いや、ダークネス使って超めんどくせえやつだな。一応目薬はねあるっちゃあるんだよね、10個。2人、ちょっと待ってね、攻撃を2人に任せて目薬は上2人。よし、目薬が早い、いいね。で、下の2人はもう暗闇でいいや、寝たし。上2人に任せよう。もうパイラン、あれ、いくつ食らう？結構食らうな。そこで決まった。魔法に弱いよね、多分このメンバーは。アタッカーは多分みんなそうだと思うんだけど、レベルアップ。結構なんかいろいろ差がつき始めてきてる。水晶の目、ルーンブレード、これは装備しよう。ブロードソードからルーンブレード、ウェアバスター、これは2番目、鋼のコテ、これで神秘の鍵開けは終わりかな。革の手袋を青銅のコテに変えよう。回避率がちょっと下がるのか、まあいいや。メルモンドの街、ロングソードが強いね。4つ買おう。でウィルムキラーとかももう全部いらないじゃん。全員ロングソード。ロングソードがこんなに強いんだ。ナイトの鎧はさすがに買えないよな。大兜、鋼は3つ買えんな。大兜も3つ買えんな。みんな重くてさ、あれなんだよね、順番組んのが最後なんだよね。敵に攻撃されてからみんな動き出すから、1人軽くしてもいいかな。ちょっと腕輪にしよう。重さ1だしな。ナンバー4だけちょっと軽めの装備でいきますか。ヴァンパイア戦、やることは一緒。剣に睨まれた。全員ロングソードだからね。14か回復用は無駄無駄。倒した。レベルアップ、素早さ素早さ、知性。上がり方はなんか似てるんだよね、レベル帯によって。これさ、歩いて帰んなきゃダメ。めんどくさい。ちょっと先にクレッセントレイクの町へ来ました。これも船さえ手に入れば来れるっちゃ来れるんで、まあ、ここで売っているまずは武器からだな。装備を回収しましょう。回収っていうか買うんだけどさ、ミスリルナイフは下がる。ミスリルソードは4本買ってもまあ大丈夫だな。アックスってどうなんだろうな。1人アックス装備させてみる。でソード3本、これでいこう。であとは防具。ここはミスリル製か。だからミスリルメールは1人上がんな。金の関係で多分全分揃えられなかったんだろうな。でミスリルの盾は4ついるでしょ。でカブトも4つ、コテも4つ。よし、これで、まあ、金は減ったけどだいぶ装備は充実したでしょう。ミスリルアックス、一番上がミスリルアックスか。そうか、最強でやってるからな。 OK、 じゃあこれで巨人の洞窟か。次は道系巨人、スタールビー。スタールビーってもし売ったらどれくらいなんだろう。かなり値打ちはありそうだけど、それを食ってっかんなこいつ。画面の外へ消えてしまえ。土の杖ゲット。それではアースの洞窟石板前、土の杖で奥に進めるようになりました。土のカオス立地戦、いやまあ今のところ全くサクサク進んできてるね。ストレスはほぼほぼない。大地の力を食らうものなり。さてどんな感じになるか。やることは戦うしかないからね。でもえ、買ってんだそういえば。そう、斧ちょっとね、やっぱ微妙、安定性に欠ける。ホールドかけられた。ホールドって直せる？ストライがないときついか。41、まあダメージ的には大したことはないね。176ってだいぶムラがあんな。53、あ、治った。あとはひたすら殴る。大体平均して60くらいか。さっきクリティカルだったか、170出た時って。頭ひしやがった。93。やっぱり分散すると麻痺の人数が増えるからな。あ、倒した。全く苦労はしなかったな。2人麻痺ってるけど。解放。金あるしナイトの鎧1個買っとく。36,000円で鉄の鎧。あれ、鉄の鎧の方がミスリルメールより回避率は下がるけど防御力が高いってやつか。どんどん回避率が下がっていくな。まあ、でも防御力10上がるからね。よし、ナイトの鎧にしよう。一番上は再びクレッセントレイク。じゃあここでカヌーを回収しましょう。まあ、話しかけるのはカヌーくれるやつだけでいいよね。ルカンとか何の役にも立たない。では次はグルグ火山。グルグ火山、宝箱、モンスター。ここはグレートソードなんでそれは回収しておきましょう。えっ、28食らう。クリティカルだけ。いや違う、普通に食らうな。やるじゃないか。ファイヤー、ファイヤー使ってこないけどグレートソードで、これはまあ1に装備させておくとか思ったけど、斧より上。てかグレートソードってミスリルソードと一緒だっけ。命中率が高いのか。まあ、せっかくだ、攻撃力下がるけど。攻撃力が2下がって命中が2上がるくらいだったらミスリルの方がいい気がする。なんかこれ1周目でもそんなこと言った気がすんな。いやでもせっかくだ、装備だけしておこう。よし、これでアイスブランドと炎の盾を手に入れたんで、まあアイスブランド、いや1番最悪盾役になるから2番に装備させよう。で炎の盾は1でいいでしょ。あと3番にグレートソード、せっかく手に入れたから。ただそれだけ。宝箱、ここはフレームメイルのはず。レッドドラゴン、毒中値やばいっつえ。もうちょいレベルが必要か。最悪マリリスに攻撃が通らない恐れがあるからね。フレームメイル、これは1に装備させる。あ、ナイトの鎧か。そういえば回避率は上がるか。強いね、そうするとフレームメール。では鉄の鎧をナイトにしますか。固めよう、防御力を。マリリス、とりあえず上2人が壁になってもらうんだけどダメージ量を見て考えよう。最悪防御させる。3742か。食らうな。斧強くね。なぜだ。アイスブランド5ヒット。あ、でも5ヒットすれば142。いや下は食らうよな。やっぱり下に行くほど防御力が低くなってくるんで。いやそのシステム的な話じゃなくて防具を装備させてる都合上上の方が被弾率が高いから上の人たちにいい装備を与えてる。その被弾率を考えた場合、まあ、後衛に下げて防御して耐えて下2人が攻撃するっていうのはちょっと考えなきゃいけないかもしれないけど、まあ、これくらいだったらハイラがどれくらいか。ガッツえ。これはハイポーションが150なんだよね。2人回復に入ろう。でもこいつアイスブランドだから攻撃するでしょ。グレートソード、ハイポーション。いや、2体するのは厳しい。まあ持ち直せるは持ち直せるけどハイポーションの回復量が150だからもうちょっとあるとね助かるんだけど、ちょっと下2人で楽しよう。もう1回ファイルが来ても耐えられる。よし、攻撃は余裕だな。やっぱり戦士はめちゃくちゃバランスがいい。普通に強い。アイスブランドいいね。で今回全員攻撃にしよう。132、倒した。まあ、まだまだいける。多分ナイトになればさらに強くなるから。そうするとまた楽になるかな。火のクリスタル解放、アイテム補充、ポーションはマックスで持っておく、ハイポーションもマックスで持っておく、もういけるっしょ。でフェイニックスのもう即死攻撃してくるやつらが出てきたんで、これ4万かいけんな、買おう。他まあ、コテージとか大して使わなかったからね。あ、万能薬か、一応10個買っとこう。よし OK。 氷の洞窟、フレームソード、これ3に装備させよう。1は斧でいく。アイスアーマー、これは1番で、2番はフレームメールにして、3番にナイトの鎧、アイスシールド、ここもまあ一応アイスシールドにして、2番が炎の盾、浮遊石の前の戦闘イビルアイ、まあ、これは普通の戦闘音楽だからね。雑魚レベルアップした。今レベルいくつなんだこれ。よし、これで引く手を手に入れに行きましょう。この帰りも敵が復活してるシステム。砂漠4人同じだからねこいつら。さあ引く手をゲットしましたので、この後はクラスチェンジに向かいましょう。試練の城、ネズミの尻尾を求めて、クラウン、台座に座るがよい、癒しの杖、一応持っておくか。ヒールだっけ。貴重な回復といえば貴重な回復だからな。アイスブランド、これアイスブランドって2本目上がるな。次こっちにしよう。ガントレット、これサンダラだっけ。多分うちのメンバーにはあまり関係なさそうだけど、あれガントレットって装備できないんだっけ。装備できるキャラクターがいません。そうなんだ。ネズミの尻尾で右にいるこいつをぶっ倒す。誰だっけ。ドラゴンゾンビ、しかも先制攻撃。いただく、ワンターン。帰りましょう。ではクラスチェンジ、一応ステータスちょっと確認しておこう。力26、23、25、まあ、この3つでいいや。26、23、25ね。全員大人になった。でこれが26、23、25変わんねえやんけ。ヒットポイントとか見てなかったな。まあでも伸びが違うのかな、レベル上がった時の。まああともともと装備できるものとかね、魔法が使えるようになったりっていうのがあるんで、まあ、そこは強くなってると思います。キャラバンへ行こう。でここでまずは妖精の瓶買うでしょ。意外に高かったな。でその後薬を買う。もう薬さえ手に入っちゃえばね、ドーピング可能なんで、まあ、99個いるかって言われたら分かんないけど買っとこう。プロテス、防御力か、まあ、これも、まあ、あんま使わないかもしれないけど20個、スピードもまあ一応ドーピング要因として買っておきましょう。よしこれで OK。 守りの指輪欲しいけど金がね、ドーピングを買いすぎたな。ちょっと売るか久々に。杖いらない、いっぱい持ってるな。力の杖いらないか。サーベもいらない。ブロードソード何本持ってんだ。フォールジョン、ウェアバスター、ルームブレード、ウィルフキャー、サンゴ、ロンググレートアックス、ミスイルソード1本装備してんのか。ここら辺も全部いるでしょ。いいや、とりあえずいやもうまとめて売れよって感じだけど。連打する鎖片びらミスリルグレートアックスか。てかもう装備してるもの以外いらないよね。また下にもあんな服とか。まあいいや、とりあえずこんなもんで。いや4個買えなくね。3個しか買えない。例によって4番の防御力がまた下がる。重さは1か。いいね。指輪で強いのはありがたい。空気の水。これで海底神殿に行きましょう。海底神殿、まずは人魚の前向かおう。ダイヤーマー、これは装備しよう。なんか最近ちょっとここのダンジョン来てからダメージをもらうようになってきたから防御力を上げていきたい。強っやばくね。ゴーストとかこんな強かったっけ。100も持ってかれるとは。その分経験値はどうなんだ。なんかわかんねえ。うまいんだかうまくないんだか。あんまうまくない気がする。5人いてこれだけか。ホワイトシャークの方が経験値持ってんだけど。こいつうまいな。2600もあるのか。ライトアックスで、これはちょっと2にそれさせよう。いや下がるな。ライトアックスってなんか効果ある。アンデッド使うとアディア。なるほど。アディアは使わないけどアンデッドに強いっていうんだったら、まあ、攻撃力1下がるけど、まあ、対アンデッド用で装備しておくか。2番がウォーターも強えんだけど食らうな。70か。レベルアップ。ロゼッタ石回収。じゃあクラーケン目指して下へ降りていきます。リボン、ここで1つ目。巨人の固定、これは確かセーバーだよね。まあ一応持っておこう。モンスターウォーター、こいつは攻撃高いんだよね。弱かった。あ、やっぱ食らうよね。食らう。1とかじゃ済まされないかな。レベルアップ。力幸運1385ギル。またライトアックスか。1本あればいいからね。クラーケン、まずドーピングしよう。集中させる力の薬1番でいいよ。大丈夫でしょ。まず4回で、その後なんか素早さ上げるかどうするかだよね。セーバー使えばよかったし。炭危ねえ。これ厄介だな。食らうと素早さで攻撃回数が上がるかよくわかんないけど、まあ、4個使ってみる。スピードドリンク4個てか3個か。これでどうなるか。炭はやだ。6回ヒット380。いや6回ヒットで380か。1000とかいくかなと思ったら4回くらいじゃまだいかないか。でこいつはどうしよう。もうなんか力の薬でも使ってよ。グラサン軍団はいいね。入った。先に入ってくれると嬉しい。8ヒット111。あでも5ヒットで40しかしないからね。1000超えだ。もうこれは決まりだな。ちょっともったいないから戦おう。6ヒット35。1000で死なないってことはこの40とか30でちびちびやってたらそれなりに時間がかかったってことだね。いやドーピングあるとだいぶ楽になるな。水のクリスタル解放。ワープキューブで、ここにリボンとディフェンダーがあったんでそれも装備しよう。さらばだロボットくんで、ディフェンダーでナンバー2にリボン。防御力はね下がっちゃうけど耐性がマジで上がるんで。チャイムゲット。これで砂漠の塔に入ることができます。ミラージュの塔、あれシャープソードってなんだっけ、あんま強くないよね。そうだよね、多分忍者用の装備かな。イージスの盾、イージスの盾なんかある。あ、石化と毒か。あ、でももうリボンがあるからな。3番目に装備させるのもいいか、リボンを装備していないから。サンブレード、これはどうだ。あ、強い、装備させよう。でナンバー2はライトアックス、フレイムソードだったらディフェンダー、ナンバー4まだミスリルソードだったんだやべ、ライトアックスでも装備させとけばよかった。まあ、アイスブランドにしましょうかね。じゃあドラゴンメイル、ドラゴンメールもちょっと効果を見よう。ああ、炎と冷気と雷を防ぎやすくするか。耐性的なものを考えるとリボンがあるから、ナンバー3にドラゴンメールで、ダイヤの腕輪でいいや。軽めのものでいこう。風遊城。レイズサーベルって強かったっけ？弱っ。何の効果だ？少なくともレイズではなかったことは覚えている。クラウダか。リボン3つ目だな。3つしか手に入らないはずなんで、これで全部か。アダマンタイト、ナイトでは必須だよね。他のジョブはいらないけど。ティアマット、まず初手、ここはドーピング。ちょっと多くなってきて分かんないな、どれだ。ガントレット、癒し。俺が使いたいのはセーバーだ、巨人のことだ。あと3人は力の薬で開けていってか、力の薬99も必要なかったな。そんないっぱい使わない人も今後。セーバー、これは命中率も上がるんで一石二鳥。90か、まあまだな。であと攻撃はナンバーワンに任せて、234は補助に入ろう。でスピードでスピードが上がったらまた力でいいか。あ、吹雪ちょっとやばいかも。でもリボンがあるからまあまあまあだね。押していけるなこれは。じゃあまた力でいこう。ひたすら攻撃力を上げる。炎、これも耐えられるはずでしょ。いや100食らうか。ちょっとそろそろ2人分回復に回ろう。なので攻撃、あ、癒し1回使おう。意味あるかって言われたら微妙だけど。でナンバー1ナンバー2から回復させて、次は34回復させよう。まあ、微妙な回復量だけど。3ヒット30。今回はだいぶ余裕があるな。攻撃一発だと大して食らわないからね。で力で、いや意外に使ったわやっぱり。力の薬なんでドーピングしてんだ。4はやっぱりちょい食らうな。かといってプロテストリンクは今更だしな。まあ上げられるだけ上げとこう。そろそろ倒せそうだけどね。稲妻、いけ、稲妻強え。よし3個入った。8ヒット1500、いいね。いや火力を上げられるっていうのはマジでいい。風のクリスタル解放、エクスカリバー、まあこれはナンバーワンでいいか別に。サンブレードからエクスカリバー、強いよなやっぱり強い。でナンバーツーはちょっとサンブレードにしよう。でディフェンダーはディフェンダーでいいでしょ。アイスブランドだな。でアイテムをちょっと買い込みましょう。ハイポーションもマックス、フェニックスの方あんま使ってないけど、毒消しもこんだけあれば十分だな。コテージとかね、使わないよね、なんか。結局寝てさ、そのまま行けばいいだけだから。では、2000年前のカオス神殿。まずはリッチから。ここもやり方は一緒。力の薬。エクスカリバーの力、見せてやる。フレア使ってくる可能性があるんだよね、ただ。フレアはさすがに食らうと思うんで、230に、あ、そうだ、初手から攻撃入れちゃった。まあいいや。強くなっていく様を見せてやる。スピードドリンクじゃなくて、なんだっけ、スピードドリンクか。これ、いらないんじゃないって思う。とりあえずもう、ひたすらドーピング。攻撃食らわないのが分かったら、もう、いいね。もういっか。攻撃しよう。4人のカオスって9とかそんなに弱いんだっけ。122のしょぼいやつで倒した。やっぱドーピングしないとすげえ時間かかりそうだな。まあ、エクスカリバー単品で200当たるから、まあ、やっぱり火力は集中させた方がいいね。サスケの刀、そう、ここら辺取ってなかった。今はねマップ見ながらやってますけど、1周目はマップ見てなかったんで結構取ってないアイテムあったなって思いながらやってます。まあ、サスケの刀は忍者しか装備できないか、さすがに。あ、そうだよね。え、これさ、いなくてもさ、なるってことは何？だから誰も装備できないやつなかった？どれだ？なんか、ガントレットとかだっけ？いや、そんなわけないな。あ、ガントレット。あ、装備できるわ。なんかわかんねえ。守りのマント。これどうだ？てか、守りのマントってどこに装備するんだ？盾か。あ、なんかあったね。でももう、必要ないよな。戦士には必要ないよね。ヒージスの盾とか。絶対そっちの方がいいし。うん。必要はなかった。お、ここエリクサあるんだ。マリリス、攻撃の力、そう、ヘイストが使えないからね、そこがちょっと痛いところではあるけど、114、ファイガ、属性だったら軽減できるはずなんで、よしよしよし、まだまだ合流をせる。で、マサムネス手に入れたら、まあ政宗になってエクスカリバーをどうしようかな。いやでもやっぱ1点に集中させた方がいいよね、火力は。まあ100はいかないけど100近く食らうか。そろそろちょっと力のハイポーションにしておこう。まあ安全をとって200か。食らうは食らうね。で、力の、で、またハイポーションでいこう。ファイが大丈夫。3がちょっと減りつつあるけど、まあまあまあまだ許容範囲内。3000ちょいくらいかな、ヒットポイント的にはカオス系は。で、自分回復して、あともう攻撃に入ろう。150、15とか。相変わらず4は火力がないからね。もう一番装備がしょぼいから、回すのが最後だからね、武器も防具も。ちょっとかわいそうだから、全部お下がりだからね。ナンバーワンが装備してたやつを新しい武器手に入れてナンバーフォーに回すみたいな。クラーケンやることは一緒。64、いや減ってきたな。まあ、減ってきたけどカオスまでには絶対持つよね。炭、いや厄介、危ねえ。耐性は結構強くなってるはずだから。で、まあまだ力3人いけんな。これは全くダメージを食らわなかったから。でも1セントに10個くらい使ってるよね。雑魚だな、クラーケンとかアホすぎる。で3人3回投与して9だもんね。で99個ってことは敵9体くらいか。3だラとか今更だな。1060もう2ターンくらいで多分倒せるから、ここはまた火力で押し切ろう。12やばい。7416。硬いは硬いんだなやっぱり。1600。全然違うんだけど、何このさ。残るはティアマットだな。あんま経験値くんないよねこいつら。政宗よし、これナンバーワンにそれさせよう一応一旦。いや強い、マジで強いよ政宗で。ナンバーツーはエクスカリバーで、いや全然攻撃力違うな。サンブレードのディフェンダー。では最後、風のティアマット、政宗の力お見せいたしましょう。ドーピングしてだけどね、もちろん。毒ガス、毒はね結構ダメージが入るから、毒にならないんだけどきついんだよね。これは多くても9個だね。毒ガスさっきいくつくらったっけ。100くらいはくらう。100ちょいか。一番下が耐性ないから結構ヒットポイントが減ってるな。じゃあまたハイポーションでいくか。力のちょっと一応4、死なないように41、まあ、死んだとしてもこいつは大して経験値持ってないからいいんだけどね。稲妻はね、まあちょい辛くは1100。もう一旦だな。エクスカリバーの力も見よう。でハイポーションはい、ラとかいう段階でさゴミだよね。ハイが使ってこいよって思う。まあ、風のティアマットだから炎は不得意なのかな。1700。何まだ生きてるか。あでもエクスカリバー単品で300超えるんだ。ダメージにムラがありすぎる。200。やはり政宗。頼れるべきはドーピング。経験値は2000、変わらねえじゃん。では最後カオス戦ですね。ちょっとステータスを見ましょう。45レベルになってます。でまあ、ヒットポイント結構ムラが出たよね。ナンバーワンが755、2が834ってあるんで、まあ、100の差はないけれども、まあ、80くらい差があるんで、ナンバーワンが壁役のはずなのに一番ヒットポイント低いじゃないか。どういうことだ。で、まあ、ナイトなんでちょっと性能的には力、素早さ、体力34、31、32。力は誰が一番強いんだ。ナンバー3か35。まあ、ここら辺はそんなに変わりはないね。で素早さは、まあ、23くらいはやっぱ差は出てくるのか。で体力4がすげえな38。一番壁役として機能するんじゃないか。826あるしね。であと知性とかね17151517。ナンバー4その代わり頭が悪い。体力バカだな。体力あるけど頭が悪い。幸運はナンバー2だなっていうような感じになってます。まあ、一応この4つ並べながら、まあ、見ていただければこういう感じになりましたというところですね。最終戦カオス、これはもうドーピングしたやつが落ちないようにするのが重要だからナンバーワンでいいかな。とりあえず2人くらいちょっとドーピングかけてもいい気はするけど、まあ、まずは炎、これでいくつ使うか。ゲー150くらいなんだけど回復は優先させてこう。3で500か。だから力でハイポーション攻撃食らってどんだけかだよね。竜巻、これって属性とかあるんだっけ。属性はなさそうだな。だから属性が軽減できないときつい。同金はそうだね、常に1回ずつ入れたいけどちょっと怖いから3人回復にしよう。痛い、どうだ、危ねえ、持ちはしなかったけど、まあ回復力が微妙だからね、最悪エリクサーで持っていけるから。でも293ってさ、危険水域だよな。2つあるっちゃあるんだよね、エリクサー。1個使おう。で、死なないことを前提に力の薬でドーピングする。よし、まずは回復が入ったからラスロー。危ねえ、テイストがないからラスロー聞いたらやばくねえか。まあ、1500入ってくれれば大丈夫で、力のまだ減ってるは減ってるからハイポーションは2人使おう。体力をやっぱり常に高めに保っておきたい。でこれでナンバー2ナンバー3はだいぶ持ち直したから、で力でハイポーションをナンバー1に2つだな。振り坂これは120、まあ大丈夫、300回復できるからハイポーション2つで。こっち1人多分2万くらいあるよね。で力の、まあ、ちょっと34か。ハイポーションマジで重要、やばい395、まあ、1がとりあえず落ちなければダメージは取れるんで、で 2ちょっと防御しよう。でハイポーションを集中させよう。どうだ171、やった、防御した甲斐があった。8ヒットで1000かってことはまだかかるな。ちょっともう一回防御しよう、持ち直したい。まあエリクサーはまだ使いたくない。エリクサーナンバーワンに使うね、使うとすれば。2つ手に入ったのはでかいよな。312か、いけるか。ハイポーションを3つ投入しよう。落ちるなよ、まあ、4は最悪しょうがない。1が落ちなければいい。だいたい1500前後か、与えられるダメージは。さて攻撃でしょ、ちょっとハイポーション3つっていうか2つ投入しよう。防御339、強い。ペースト使われてたらかなりやばいよね。1038でハイポーション、待ってね、もう1個力投入しよう。でハイポーションハイポーションを43が150当たらなければ、まあ2600、なんか一気に攻撃力上がったな、なんで。超謎で、ここもちょっと回復回で、あ、間違えた、ナンバー2に2つ使っちゃった、まあいいや。まあそれでも無駄にはなんないからね。これナンバー2はとりあえず全開1185、マジダメージのあれがわからん。で力、いやなんだかんだで力使ったな。ちょっと待って、もう一回攻撃でしょ。でナンバーワンもうちょっと体力回復しておきたいから、落ちると多分一気に体勢が崩れるんだよね。回復量も減ってきた、やばい。ヘイストそろそろ決着をつけたい。1700、これ最悪一発で落ちる可能性があるからな。プロテスドリンク貼っておくか、今3つ貼ろう。痛いよ、人600、痛いマジで。でもまあ耐えられることが分かったっちゃ分かった。これナンバー2、あれ素早さ一番速かったのって誰だっけ、エリクサで。スピードドリンクナンバー2に、いやスピードって攻撃回数やっぱ関係あるかな。ちょっとプロテス貼っとくか。また。よし、早いね。ナンバー2早い。よーし。いや、カオスは普通に強い。ナイトでこれだけ苦戦するってことは他のジョブはきつそうだよな。というわけで、ファイナルファンタジー1ピクセルリマスタージョブ別攻略の、戦士ナイト編、終了となりました。まあ、いかがだったでしょうか。まあ、やっててね、このメンバーはマジでサクサク進んでいけるから、まあ、ほぼほぼストレスなしで進んできたんですけど、まあ、次以降は結構きついと思うんで。とはいえね、まあ、文句は火力があるから、まあ、火力で押し切る、まあ、そんなところでやっていきたいと思います。というわけで、第1回ジョブ別攻略終了したいと思います。これやってて時間かかるんで、アップはそんなに頻繁にやらないと思います。多分ね、戦士編クリアするのに多分5時間くらいかな。結構早い。だから5時間くらいでクリアできるんで、多分動画は1本で収まると思いますので、まあ、合間合間にね、上げていこうと思いますので、まあ、よければこの先も、ご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。エンディングはここで切ります。